マウゴジャータ・グリーン・カモ・ゲンターレは、ポーランドの女子バレーボール選手。ワルシャワ出身。12歳からバレーを始める。父親は、カーメカニック。母親は、学校の教師で、4歳年上の姉は、スイス航空のキャビンアテンダントを務めている。1998年に、日本、ポーランド大港で来日し、センタープレイヤーとして活躍。 ウィングスパイカーン開後は 191cm の長身を生かし、高さだけでなく、センターとの絡みでの時間差、そして強烈なバックアタックを兼ね備えている。2003年欧州選手権でポーランド初優勝の立役者となった。同年、日本で行われたワールドカップでは188のスパイク得点を含む213得点を上げ、 MVP とベストスコアラーに輝いた。2005年欧州選手権で大会2連覇を達成。2006年のワールドグランプリから一時代表を外れていたが、2007年にマルコ・ボニッタ監督が代表チームに呼び寄せ、同年の欧州選手権から復帰する。2007年ワールドカップ、2008年北京オリンピック、2010年世界選手権では、 チームの大黒柱として活躍した。2005から2006シーズンに所属していたフランスリーグの RC カンヌでは日本のリベロ佐野優子とチームメイトだった。2008から2009シーズンよりトルコリーグの枠バンクへ移籍。2012から13シーズンから加入した木村沙織とはチームメイトだった。同シーズンでトルコリーグ、トルコカップ。 欧州チャンピオンズリーグで三冠を果たす原動力となった。2013から14シーズンからポーランドリーグの PTPS シュミックポリスへ移籍した。ありがとうございます。